疲れ様です。和尚です。いつもご視聴ありがとうございます。今回もですね、運転しながら交通安全シリーズっていうね、本当にいい加減にしろって言われそうですけども、はい、ですね、交通安全ですね、まあ、やっぱりいつも一番大事なのは何かっていうと、技術とか経験よりもだからですね、自分の冷静な判断、感情ですね、精神面を、まあ、一番ね重要だと、私は交通安全にはね、まあ、精神面が一番重要なのかなといつも思ってるんですけれども、まあ、やっぱりですね、人間ですからイライラすることもあるし、腹が立つことっていうのはやっぱりどうしてもあるんですよ。どうしても私もいつも心がけているんですが、人間ですからね、感情はどうしても湧き上がってですね、ちょっとイラッとすることはあるんですけれども、まあ、そういった時にはですね、必ず後から反省して、まあ、なぜイラッときたのかっていうことを後から、まあ、冷静になってからですね、その時はね、冷静になれない時があるわけですから、その時考えてもしょうがないです。ただ後から必ずなぜあの時にイライラしたのか、腹が立ったのかっていうのを考えるようにしてるんですけれども、まあ、例えばですね、自分がまあゆっくり走ってて、まあ、ちょっとはね車間距離を取ってたら、もうかなり強引に前に割り込まれたと。しかも割り込んだ車がですね、スムーズに行ってくれればいいのに、自分より遅かったとすると、これかなりね腹立ちますよね。そういう状況っていうのは非常に多いと思うんですけども、例えばまあ高齢者なんかがね、まあ距離感分からずに、あ、いけるだろうと思ってパッと割り込んできて、こっちはブレーキを踏まなかったらもう衝突してるっていうような状況で割り込んできた途端に、ものすごい速度が遅くて、しかもセンターラインがね赤いラインで抜けないというような状況では、かなり腹が立つと思うんですけども、こういった状況の時にですね、まあ、自分が腹が立つというのとか、まあ、イライラするっていうのはですね、非常に普通なことのようなんですけれども、それは実はね普通じゃないんですよ。普通ではなくって、自分の中にストレスがあって、そのストレスというのはですね、まあ、イライラの種っていうものがあったわけですね。でイライラの種は、まあ、そんなもの誰でもあるんじゃないかっていうことなんですけども、それはもちろんねゼロではないにしても、そのイライラの種はですね、もともとあったわけですよ。でそのイライラの種があったことが原因であって、割り込まれたことや、その自分よりね速度が遅い人とか、まあ、そういった人が、まあ、そういう原因じゃないんですよ。出来事が原因じゃないっていうことなんですね。でこの出来事が原因じゃないっていうことが非常に重要で、それはね何かっていうと、もともとイライラの種があったわけですよね。でじゃあ環境、自分のね心境、自分のねもともと持っていたそのイライラの種がもしなかったら、同じことが起きた時に腹が立つのか立たないのかってことなんですよ。で例えばですね、自分が、まあ、例えばですよ、まあ、10年ぐらい彼氏彼女がいなくてですね、一人暮らしをしていて寂しい思いをしていて、で出世もせず給料も上がらず、特に何も変化のない生活をしていたのが、まあ、10年ぶりぐらいにですね、まあ、その彼女ができて、で会社ではですね、ある日突然、まあ、業績が上がって臨時ボーナスが100万ぐらい出て、でさらに普段の業績が認められ出世して、基本給も上がってですね、もういいこと尽くしだとしますよね。もう本当にそれが1日のうちにそれが全部起きたとして、でその帰り道ですよ、その帰り道運転している時にもう最高の気分ですよね。その時にお年寄りがフラフラっとこう前に割り込んできて、で速度が遅かったとしますけども、果たしてそこでイライラするのかと、腹が立つのか、降りてっておいこの野郎ってやるのかっていう話ですね。そんだけ気分が良かったら、まあ私だったらね、ああいいやいいや、割り込んだぐらいな、どうぞどうぞって、いや今日は気分がいいからねっていうことじゃないですか。ってことはですよ、そうなるならないっていうのは相手次第ではないってこういうことなんですよね。相手の問題じゃないんですよ、相手じゃないんです。原因は自分のイライラの種が原因だったということなんです。このことに気がつくことが一番重要なんですよ。
原因は相手が悪い、相手が悪い、何か、ね、事故が起きたりなんかすると必ず相手が悪い、俺は悪くないっていうのよく聞くんですけども、うん、そうではないんですね。大体ほとんどの場合は相手が悪い悪いって言っててもやっぱり自分に何か原因があったりイライラの種を持っていたっていうことなんですね。そもそもがね、そもそもがそういうことが起きないんですよ。もうね、自分に常にいいことばっかり起きてたら、もう常にプラス、自分の中でプラスのね、ものが溢れてますから、そういうことがもう些細なことが本当気にならなくなってくると、本当にね、事故とかもないですし、本当にトラブルに巻き込まれるようなこともなくなるのでね、やっぱこう常にその自分がイライラしている、腹が立つ、負けたくない、負けず嫌いだっていうのはちょっと何か違う原因とか自分の持っている根本的に何かの原因があるかもしれないので、まあ、人間関係のトラブルとお金のトラブルっていうのはね、最も多い問題ですから、そこら辺をですね、やっぱ見つめ直して、しっかりですね、普段相手にですね感情を奪われないように、自分の感情ですからね、怒ると怒らないっていうよりも決めることができるのは自分だけですから、自分が決めれるんですよ、怒る怒らないってね。で、相手がね、この野郎って割り込んできてね、相手に対してこの野郎って怒ってしまったら、それは相手に感情を奪われたのと一緒ですよ、相手がね割り込んできて、で自分がそれに対して感情を動かされてしまったというのは、相手にね自分の心を支配されているのと一緒ですからね、もったいないじゃないですか、自分の人生でね、自分の感情は自分で決めることができるのに相手に動かされてしまうのはやっぱりもったいないので、いや、そんなことがあっても僕は全く心は動きませんと、どうぞ割り込んでくださいというぐらいね、ちょっと一つね、上を行く自分の感情コントロールができるようにね、なっていただきたいと思います。はい、今回もですね、最後まで聞いていただきありがとうございます。皆さんのお役に立ったらですね、チャンネル登録高評価もお願いします。はい、今回は以上です。